公明党は最も苦しんでいる人のもとに駆けつけ、どこまでも一人を大切にしてきた。結党以来現場第一主義に徹し、議員の熱き思いと行動で築き上げてきた政治スタイルの伝統こそ公明党の真骨頂であり原点なのである。社会はさまざまな課題が立ちはだかり、不安が渦巻いている。だからこそ人々に希望と安心を届ける政治が必要だ。分断の社会から連帯の社会へ、今こそ公明党が新たな時代を作る時だ。全世界で猛威を振るっている新型コロナウイルス、社会は未だかつてない危機に直面している。政府は事業者向けに経済支援を実施、公明議員は地域の会社や店舗など一軒一軒の声を聞いた。すると共通した声が分かってきた。支援制度の申請手続きが難しい。その声を聞いた公明議員は電光石火に動いた。事業者と一緒に手続きをやろう。議員は全道各地で勉強会を開き、必死になって申請方法を学んだ。そしてすぐさま現場へ飛んでいった。ああ、来ていただいてね、持ってきていただいたんですよ。いや、もう本当にそれでなかったら今の大水市はないんじゃないでしょうか。もうただただもう感謝しかないですね。今こそ困っている人に寄り添い続けることだと思います。私たち議員の使命はどこまでも目の前の一人の人に尽くしていく、そして結果を出す。これこそ公明党結党以来の伝統です。今は新型コロナ禍のですね、解決のための大きなやはり切り札となるワクチン接種にこれ全力を傾けければならない。政府はワクチン接種を迅速かつ安全に進めていくために新しいシステムの導入を進めていった。しかし現場となる各自治体は対応に追われ混乱していた。公明党はその課題をあぶり出すため、全国で自治体移行調査を実施。地方議員が行政にアンケート調査を行い、1週間ほどで全国の調査結果を政府へ提出した。この調査を受けて高齢者施設で介護従事者も同時に接種が可能に。また接種会場までのタクシー無料送迎や貸切バスを改造し接種会場にするなど、ワクチン接種の体制が整い始めた。自治体の声、地方の声、総体をですね、いち早くまとめていただいて、それを国の方に提言していただいたと、これ非常に大きな意味を持っているというふうに思っています。まあ、それは何よりも非常に強固なネットワークをお持ちの公明党さんならではではないかなというふうに思っております。公明党が推進してきた救命救急の要、ドクターヘリ。そのドクターヘリとともに今医療用ジェットが注目されている。地方での治療が難しい重い疾患のある赤ちゃんは札幌の病院へ搬送される。しかし陸路の搬送は患者への負担が大きいことが課題となっていた。この広大な北海道だからこそ医療用ジェットが必要だ。公明党は幼い命を守るためどこよりも強く訴え推進してきた。そして今、赤ちゃんの長距離搬送などに医療用ジェットが使われるようになったのである。あれがこう理想、どうしてもですね、医療者は理想を掲げて進んでいきますので、なかなかこう事業として成立しないっていうことが多いと思うんですけど、公明党の議員の先生方には協力していただいて非常に感謝してます。陸路においても救急搬送網の整備が進んでいる。公明党が2006年から訴えてきた都心アクセス道路の事業化が決定。慢性化した渋滞が緩和し、救急搬送時間短縮による救命率の向上など、命を守る道路として期待されている。
近年、予測をはるかに超える大規模災害が激甚化、頻発化している。今年の3月、政府の地震調査委員会は巨大地震の予測を発表。根室市は全国で2番目の高い確率となり、防災対策が急ピッチで進められている。その根室市は2014年大規模な浸水被害に遭った。爆弾低気圧によって2メートルを超える高潮に町が飲み込まれた。公明議員はすぐさま現場へ駆けつけた。根室市から防潮堤設置の強い要望があり、すぐに政府へつなげた。6年かかると言われた防潮堤は実質1年で完成したのである。非常にそのネットワークと私はレスポンスがいいと感じております。今後も激甚化をする自然災害、そこから生命と命を守るためにも公明党の施策しっかりと進めていただきたいと思います。2018年9月6日未明、北海道に最大震度7の大きな地震が襲った。これにより約500棟が全壊、死者44人、重傷者51人の大惨事となった。家の真下をね、地割れが通ったもんですから全壊でした。家を離れることができないため、自分は車の中で1週間 寝泊まりをして、この地震の後、過ごしてました。農家の方が住む場所に困っている。地元議員はどうしたらよいのか悩んでいた。そんな時、安平町議へ一本の電話が入った。公明党の茨城県議だった。モバイルハウスというものがある。これならすぐに住む場所を確保できる。地元議員がすぐに関係各所と連携、地域を飛び越えての公明党ネットワークにより迅速に被災地へ届けられた。どうなるんだろうっていう不安があった中で、僕たちのちっちゃな声が形となって支援していただけるのは非常にもう今も感謝してます。被災地の窮状であったり大変さっていうところがですね、地元の公明党議員の方の情報がきちっと伝わって、そしてそのことを確認しに来ていただける、で我々もそういった説明する時間を設けていただけたので、何回もそこは非常に大きかったというふうに思います。はい、公明党は一人一人の命と生活を守るため、さまざまな政策を実現。北海道ブランドの一次産業を支援。携帯といえば公明党。女性の声を形に。学校教育に全力。人々の命と生活を守り、一人に寄り添い続ける。今この場所から希望と安心の新時代を作ろう。今後も声なき声、国民の小さな声に耳を傾けていただき、公明党政権与党としてのさらなる役割を果たしていただきたいと思います。政権与党として地方の声、やっぱ国民の声をしっかり国の方に届けていただく、そういう橋渡し役を担っていただければというふうに思います。